米国現行艦韓国は1965年の条約を危険にさらした。日本はもう支援しないだろう、完全に終わったな。民間人に戻った現政府高官のボルトン・ウジが韓国に対して手厳しい一言を放ったようだ。戦略国際問題研究所と中央日報の共同フォーラムの中でだ。ボルトン・ウジはそこで韓国が1965年の日韓基本条約に対して不公正だという認識から挑戦をしたことに韓国自身が気づいていないとして警告を発した。原因が原因だけに日本はもう小切手と針を開かないだろうとダイレクトに韓国に最後通帳を突きつけた。引用。小なり中央日報、サイスフォーラム大なりボルトン氏北朝鮮指導部、私が民間人の身分になったことを喜んでいるだろう。2分の10、水、14時11分配信中央日報日本語版。ドナルド、トランプ大統領と北朝鮮政策などをめぐり衝突し、9月に更迭されたジョン、ボルトン前ホワイトハウス大統領補佐官、国家安全保障担当、がさらに過激になって戻ってきた。ボルトン・ウジは先月30日、現地時間、米国ワシントン戦略国際問題研究所、サイス、で開かれた中央日報サイスフォーラム2019で北朝鮮が極度に敬遠する三種セットを公開的に取り上げた。その三種セットとはリビア式戦に核廃棄後に見返りモデル政権交代軍事オプションの必要性だ。ボルトン・ウジは北朝鮮指導部は私が民間人の身分でこの位置に立ったことを喜んでいるだろうと確信していると冗談も飛ばしたが、立場は強硬だった。次はビクターは、チャサイス韓国籍座との質疑応答。韓非葛藤に関連して米国はどのような提案をしなければならないか。我々は韓非同盟を効率的に再び一つにまとめられるよう努力しなければならない。米軍が駐留する両国の分裂は現、米国、政府のインド太平洋政策を深刻な危険にさらした。紛争の一部問題は韓国側の国内政治的スペクトラムから非対称的に提起された。分裂の起源は1965年韓非基本協定が不公正だという認識から始まり、これが両国の未来関係に深刻な不確実性を引き起こしている。北核合意に至っても日本は小切手と針を開こうとしないだろう。日本の経済報復に韓国は驚いたが、逆に1965年協定に対する挑戦が引き起こした危険を認識できていないようだ。現在の北朝鮮制裁は過去よりもはるかに強いが、交渉で一部制裁を放棄する可能性は、その可能性があるとは思わない。制裁は過去の安保理決議案1695号と1718号の時のように短期集中的に行われるべきだ。長期間での増土利時に制裁を増やせば相手は回避する方法を見つけ出す。北朝鮮とイランがその分野の専門家だ。あなたが満足するには北朝鮮はどのようにすべきか。私は北朝鮮がいつの日にか自発的に十分に核を諦めると思わない。彼らは全体核体系を放棄しなければならない。私は偽の査察は望まない。彼らは協力で徹底した査察に合意しなければならない。今まで全ての合意に違反してきた北朝鮮政権の信頼度を考慮するとき、我々はいかなる合意であっても誠の検証を行わなければならない。北朝鮮体制内部の根本的変化がない状況で北朝鮮のいかなる約束も信頼する根拠がない。金田志恩は会ってみてどんな人だったか。私は彼が北朝鮮を徹底的に掌握していると信じている。父親、キム・ジョンイル、キム・ジョンイル、死亡後、彼が軍部の操り人形で、他の派閥が北朝鮮を掌握したという疑問も提起されたが、もう彼が決定を下しているということが明らかになった。韓国の防衛費分担金を50億ドル、約5400億円。に増額する要求は適切だったか。防衛費の公正な額を負担せよということだが、不適切なものではない。北大西洋条約機構、NATO、同盟国はこのような圧迫に計1000億ドル以上増やした。私は韓国、日本も再調整しなければならないと言いたい。最初の要求金額はいくらであっても最初の要求に過ぎない。結果は、交渉の進み具合を見守らなければならない。ただし以前のようにはならないだろう。ボルトン・ウジが動いたこの日、キム・
孫国連駐在北朝鮮大使は国連総会の一般討論で、今まで朝鮮半島情勢が緊張激化の悪循環から抜け出せていないのは、全面的に米国が時代錯誤的な敵対視政策に寄りかかり、政治、軍事的挑発行為を日常的に言っていることに起因する、年朝米交渉が機会の入り口になるか、あるいは危機を呼ぶきっかけになるかは米国が決めることになるだろうと主張した。引用。この席でモリビア式の単語を出すくらいボルトン氏は北朝鮮に今でも強硬だ。北朝鮮がリビアのカダフィ王佐のような末路をたどることを極度に嫌がったためにトランプに更迭を決断させたとされるリビア方式という単語だ。ビクター・チャさんって最も印象深いのはトランプに中韓米国大使就任を拒否されたことかな。北朝鮮がまだ強硬な姿勢を維持していたにもかかわらず、当時北朝鮮への攻撃に賛同しなかったことが理由とされている。この記事で最も注目すべき点は、ボルトン氏に韓国側が日本と韓国の関係についてダイレクトに聞いたことだ。日本との葛藤の原因は1965年の日韓基本条約を韓国が不公正だとみなしたことから始まったと述べ、さらには韓国の賠償判決はその基本条約に対する挑戦だとまで言い放ったんだ。韓国がその危険性を認識できてないという言葉も添えてだ。ここでの挑戦というのは、あまりいい意味ではないですよね。英単語のチャレンジがそもそもいい意味を持たないからな。日本語だと挑発とかの方が近い。困難な取引するときとか、相手を批判して異議を申し立てたりするような場合にのみ使う。ボルトンさん、韓国の賠償判決はダメだって思ってたんですね。現役時代にそのことを言ってたら、解任されなかったかもしれないです。だから今でも現役だってのはアルドワイドウェブ。ボルトンさん、防衛費の50億ドル要求も適切だったって言ってます。韓国にとって、最悪のフォーラムになってしまいましたね。リビア方式の単語さえ出さなければトランプが解任する理由はさほどないんだよね。もし解任の原因がリビア方式ではなくこの防衛費の方だったとしたら話がガラッと変わるんだよ。防衛費の交渉って今どういう話で進んでるんだろう。ここ数日の報道で見かけないけど。結果的に米韓の亀裂みたいなのが浮き彫りになってしまったよね。俺はボルトン氏解任の背景にはトランプよりエスパー国防長官の意向が働いていると思い始めている。だが民間人となった後も引き続きこうして防衛費の問題で韓国に譲らない姿勢を見せているのは脅威でしかないよね。この動きは国防総省も計算外だと思う。民間人の動きをとどめるのは難しいと思います。ピッチ上からベンチに戻ってきた後に、勝手に観客席に混ざるようなものですよね。